私が、皆さんおはようございます。おはようございます。今日は聖霊降臨日、そしてペンテコステと言われる節でございます。皆さん、今日は、本当に礼拝に来てくださり歓迎をいたします。오늘은성령강림주일입니다펜테코스테라고도하는데오늘예배에참석하신여러분들을진심으로환영합니다しかし펜테코스테각국에서는세례고린스가있고일본에서는펜테코스테펜테코스테는크리스마스이스타에비해서조금인상이얇지않습니까성령강림주일일본에서는펜테코스테라고얘기하는데요크리스마스나부활절에비해서좀약한인상이아닐까요한국에서는どうでしょうか한국에서는어떻습니까しかし私たち教会にとって一番大切なことは大切な日はペンテコステ今日の主日であります교회에서제일중요한날은오늘이라고생각하는데ペンテコステ라고생각합니다もちろん教会生活が長い方は聖書ペンテコステ今日です。今日読まれる聖書箇所はおそらく同じ使徒言行録の2章の1節以降をいつも、まあ、読まれることが多いと私は思います。교회에서성경구절을읽을때는ペンテコステ때는사도행전2장1절부터를보통주로읽습니다それは私たちですね弟子がですね当時の弟子が集まっているところに本当に聖霊がこう注がれたという物語でありますこれ우리신지적인제자들에게성령이강림하였다라는뜻을가지고있는것인데요そのことは今日は、まあ、皆さん、まあ、大体もう聞いたことがあると思って違うその先の箇所からお話ししたいと思います오늘은여러분들께서다그는이미들으셨다고생각을하고그다음얘기를하도록하려고합니다では参ります시작하겠습니다さあ私たちが聖霊と呼ぶ三位一体である神様この聖霊様とはどのようなお方でしょうか우리가일반적으로얘기하는성령이라고하는것은어떤분을얘기할까요삼위일체세례성령입니다요한의福音書はこういうふうに言っています요한계시록에서이렇게얘기하고있죠弁護者もしくは真理の霊と書いております변호자혹은신비스러운예수님이렇게표현하고있습니다これの書き方は요한의福音書がその呼び方をそういうふうに書いているわけです。ヨハン복음에서는그렇게표현하고있는데요。この、まあ、簡単に言うと神様の霊ということです。簡単に言えば、하나님의영이라고생각할수있습니다。で、この霊は私たちに直接働きかけて神様の意思、そして働きを伝えるのです。영은하나님께서우리에게직접움직이셔가지고직접우리에게모든것을보여주시는그런역할을하고있습니다ここで一つ私たちが考えなくてはいけないことがあります이런한가지중요한얘기가있습니다それは今この教会に聖霊は働いているのかということです그것은지금현재이우리주변에는성령이임하고있는것인가하는것이죠この教会、あの教会日本の教会、世界の教会がありますけど、今ここに聖霊は働いていらっしゃるのかということです。우리교회、아니면일본의교회、세계어느세계의교회중에、과연지금성령이임하고있는것일까요で皆さんは、韓国、韓国教会は世界でもとても、熱心な教会であるということは事実であると思います。韓国の教会は世界的に見ても非常に熱心な教会だと考えております。ですからこの教会ではなく、すぐ近くの教会では今日の礼拝は多分こういうことになっているのでは。
아마 이 주변인 한국 교회에 대해서는 오늘 이런 분위기가 일어나고 있을 거예요. 聖霊様、聖霊様、来てください。こういうふうに名前を呼んで熱い祈りを捧げている教会もあると思います。성령님 오세요 하면서 뜨거운 기도를 하고 있을 것입니다. これ私実際に見た、最近見た霊、実際の霊があります。제가 최근에 실제로 본 영이 있는데요. 例として挙げるのは、大統領選挙を私が夜ずっとテレビを見ていたわけです。대통령 선거전을 테레비로 보고 있었어요. 選挙の結果が出たのは何時頃でしたか？선거 결과가 나온 게몇 시간 전이었나요? 朝4時くらいだったと私は。4시경이었던 것 같아요. ずっと私は夜見てたわけです。전 밤새도록 보고 있었는데요. 結果が出ました。결과가 나왔습니다. 今の現在の大統領が、カンナムの自宅から、ヨイドまで、車で来ましたね。현재 당선된 대통령이 강남 자택에서 여의도까지 차량으로 이동을 했습니다. 그건 요이として、この時に私は教会はどうしているのかなとふと思ったんですね。 그때 저는 교회는 뭐 하고 있을까 하고 생각을 했었습니다. 今度は YouTubeを見始めました。 유튜브를 봤어요. いくつかの教会はもう朝の早朝祈祷会を始めていました。 몇 군데 교회에서 아침 기도회를 열었습니다. 今日決定した大統領に神様の導きがありますようにという祈祷、お祈りが捧げられていました。오늘 당선된 대통령에게 하나님의 자비가 내려지기를 하고 기도를 하고 있었습니다. 네, そのいわゆる聖霊様という教会がありますね。성령님 성령님하고 부르는 교회가 있죠? 名前は言えませんが。이름을 부르지는 않겠습니다만. 네, そこの YouTube 見たわけです。 유튜브를 봤어요. そしたらですね、 画面は 映ってないんです。 화면은 안 보입니다만. その代わり、 いわゆる 威厳という 祈りが ずっと されていました。 위험적인 그런 기도가 펼쳐지고 있었습니다. こういう感じね。 ずっと。 それですね、威厳は私たちが聞いても普通は分からないんです。威厳の祈祷は私たちが聞いてもよく分かりません。이정상적인단어가아닌특수한단어를사용하는그런기도가우리들이들을때는무슨기도인지잘모르죠でもね、その時はやっぱそれを聞いててね、今日はやはり大統領の誕生をお祝いしているんだね、なんとなくちょっと分かった気がしました。느낌적으로는오늘대통령탄생을축하하는기도를드리고있구나하는걸언제모르게알았습니다。まさに使徒言行録、今日ですね、使徒言行録2章4節にあるようなことだと思います。이거는그야말로사도행전2장4절얘기를하는것같았습니다。異国の言葉で話し出したと書いてますね。이국적인단어로얘기를한다이렇게표현을하고있습니다만은このような威厳による祈りは今も世界の教会で祈られています。이원적인표현의교회의기도는지금현재도세계적인교회에서이루어지고있습니다。しかし私たちのセミナー教会はあまりそういう威厳の祈りはしませんね。세미나교회에서는그런이원적인기도는잘안하고있습니다만은聖霊が働く時に必ず私たちは驚くのです。이성령이임할때는우리는깜짝깜짝놀라곤하죠。で12節から13節を見てください。12절에서13절보세요。それはですね、こう書いてます。一体これはどういうことなのかと皆が言うことです。다놀라고당황하여서로이르되이어찌된일이냐하며そしてこういうふうにですね、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいたと書いてます。또어떤이들은조롱하여이르되그들이세술에취하였다하더라。見た人はただの酔っ払いだと思ったわけです。본사람들은그냥술취한술주정뱅이였겠죠。しかし聖霊を受けたペトロは違うと言いました。聖霊を받은ペトロは다른사람이었습니다。
他の11人と共に立って説教を始めました。11사람과함께일어나서설교를시작하였습니다で今日のお話はそのペトロの説教の、真ん中中間部分だと思ってください。오늘저희는ペトロの中間部分이아닐까이렇게생각합니다만36節を見ましょう。36節を보세요。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。그런즉이스라엘온전히확신해야할지니너희가십자가못박은이예수를하나님이주와그리스도가되게하셨느니라하느니라ここにペテロの長い説教の中心があります。여기에ペテロ의긴설교의중심이있습니다。ユダヤ人が十字架で殺したナザレのイエスは神の子であるということです。유대사람들이본돌아가신예수님은어느중심에계셨을까요そして死から復活したということです。죽음에서다시살아나신겁니다。そして私たちの救世主メシアであるということです。우리구세주메시아가된것이죠。でそのことを聞いた人々は大いに心を打たれたと37節に書いています。그들이이말을듣고마음에찔려베드로와다른사람이물었는데형제들우리가어찌하고하곤을하고얘기하고있습니다감동してそして心に変化が起きたということです。감동하여마음속에서변화가일어난것이죠。そこまではいいのです。거기까지는좋습니다。聖霊が働くときに人々は驚くのです。성령이움직일때사람들은놀래죠。でここで人々はペトロに質問をしました。イエスペトロに質問합니다。これがとても重要なことです。이게중요한부분인데요。37節です。37節입니다。兄弟たち私たちはどうしたらよいのですかという質問です。그들이이말듣고마음에찔려베드로와다른사도에게물어이르되형제들아우리가어찌하고하는하거늘彼らの存在と人生が動揺しているのが分かります。그들의존재와인생이움직이고있는것을느낄수있습니다。彼らはユダヤ人としてユダヤの神様を信じています。그들은유대인으로서유대의하나님을믿고있었죠。そしてユダヤの律法を守っています。유대의율법을지키고있었습니다。そしてユダヤの社会で正しく生きています。유대사회에서제대로살고있었죠。しかし目の前にペテロがいます。눈앞에베드로가있습니다。そして十字架で死なれたナザレのイエスが救世主だと語ったわけです。십자가에돌아가신예수님이私たちの救世主だと話しました。우리의구세주라고얘기하고있습니다。それを見て最初は酔っ払い酔っ払いと言ったわけですよね。去年修士将軍修士将軍の言い出したんだよ。今日このセミナー教会に入ってくる前に教会の入り口にある、近いところにベンチシートがありますよね。ベンチ座るところ。오늘처음에들어오기전에입구에벤치가있었습니다。でそこにね一人の男性の方が座っていらっしゃった。이런남자가앉아있었는데요でその方はどちらかといったら野宿者ホームレスの方なのではないかなと思ってます。누가봐도노숙자같은분위기였습니다。でこの新しい教会の聖殿になってからそういう方はあまり主日に見たことはなかったんです。새예배당이되는것으로서그런사람들을잘볼수는없었는데요どちらかというとカンナム区のもっと大きな教会の前にそういう人がいつもいます。강남구의큰교회에는항상그런사람들이있습니다。この教会の前であまり見たことはなかったのです。이교회에서는잘볼수는없었는데요。酔っ払っているようには見えなかったんです。술취한것처럼보이지는않았습니다。しかしそこに座っていらっしゃいました。거기앉아있었어요。何があったのでしょうか。무슨일이있었을까요。そのことを見て私たちは私もです。通りそのまま通り過ぎて
入ってきてしまいましたが、私たちが聞いているこの福音をやはり伝える必要があるのではないかと今日は思いました。ペトロに質問した人たちはペトロが酔っ払っているではないということを分かりました。ペトロに質問した人はペトロが説教じゃないことを알고있었습니다。それは説教を聞いたら分かります。説教を들으면알수있겠죠。それはちゃんと言葉で話しているからです。정확한말로표현을하고있기때문입니다。そしてこの質問をしたわけです。이질문도하고있었어요。彼らはすでに新しい世界へと招かれているのです。그들은이미새로운세계로초대를받고있었습니다。で、この質問をしたと同時にもうすでにその新しい世界を受け入れているという証拠であります。그얘기는새로운세계에대한질문을받았던것이다이렇게얘기할수있습니다。で、彼らに対してペトロは回答答えを返しました。그들에게ペトロの대답を이렇게하였죠。38節から39節です。38節から39節ですよ。ちょっと長いんですけど、ちょっと早く言いますね。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として洗礼を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。긴니다만베드로가이르되너희가회개하여각각예수그리스도의이름으로세례를받고죄사함을받으라그리하면성령의선물을받으리니이약속은너희와너희자녀와모든먼데사람들곧우리주우리하나님이얼마든지부르시는자들에게하신것이라하고ペトロは罪を悔い改めることが重要だと言いました。ペトロは죄를회개하는것이중요하다고얘기를하고있습니다。しかしその罪は個人的な罪だけの話ではありません。그죄는개인적인죄만을얘기하는건아닙니다。おそらくここ今日言った意味は個人的な罪ではない罪に対してペトロは語っています。아마오늘이베드로가얘기하는이죄라는것은개인적인죄를뿐만이아니라다른죄들도함께얘기하는것이죠。それは神様に背いて背を向けて生きている罪ということです。하나님을에게등을돌리는죄부터시작합니다。その結果イエス様を十字架で殺してしまったわけです。그결과예수님을십자가에서종교인을당하게하셨죠。しかしその十字架は私たちの罪のためでありました。十字架は우리것이아니었어요。そして私たちの罪のために主イエスは復活されました。그리고하나님은우리들의죄를위해서부활을하셨습니다。このことを私たちが信じるようにとペトロは語っているのです。이거를우리들이믿게하려고베드로는얘기를하고있습니다。告白しなさいとペトロは語っているのです。고백하라고베드로는얘기를하고있어요。今日のね実はペテロが今説教しているという話ですよね。오늘베드로가설교를하고있는얘기인데요。でこのペトロの説教の実は中心には何があるでしょうか。베드로의설교의중심에는뭐가있을까요。それは旧約聖書の神様の言葉です。구약성경에하나님등장합니다。それはですね、2章の17節以降に書いてある言葉です。2장17절이후에써있는말씀들이죠。これは旧約聖書ヨエル書の3章1節からの予言の言葉です。구약성경요엘서의3장1절에나오는얘기입니다。先週から礼拝の聖書の朗読を日本語と韓国語でしてくださるようになりました。
지난주부터 성경 공독을 할 때 한국어도 같이 동시로 통역을 해드리고 있는데요. 저는 개인적으로 굉장히 감동하고 있습니다. 일본말 가지고는 모자라죠. 한국말 가지고도 모자랍니다. 日本語一節韓国語これはとてもすごい意味があると思います。半절씩韓国語、日本語、韓国語、日本語하는것은굉장히의미가큰거라고생각합니다。まあ他の日本語礼拝のことはよくわかりませんが、セムナー教会の日本語礼拝ではこれはもしかしたらとても大切なことを続けてほしいなと思います。다른교회는모르겠으나이세마교회일본어에비해서이와같은방법을쓰고있는것은이게좋은것이라고생각합니다先週も申しましたが説教は聖書が読まれるということが中心になります설교는성경이읽혀지는것이중심이되어야한다고생각하는데요そしてペトロもそのように説教しているのですペトロ도그렇게설교를하고있습니다ですからその中心の旧約聖書ヨエル書を今私お読みいたしますヨエル書の長所を読むか皆さんは2章 の, あの使徒言語録2章の17節以降を見てください。여러분들은ヨエル書あ使徒言語録の사도행전17節からを読みください。17절을보세요。神は言われる終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐするとあなたたちの息子と神は予言し若者は幻を見老人は夢を見私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐすると彼らは予言する上では天に不思議な技を下では地に印を示そう地と火と立ち込める煙がそれだ主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり月は地のように赤くなり主の名を呼び求める者は皆救われるここまでです하나님이말씀하시기를말씀에내가내영을모든육체에부어주리니너희의자녀들은예언할것이여너희의젊은이들은환상을보고너희어린이들꿈을꾸리라그때내가내영을내남종과여종들에게부어주리니그들이예언할것이여또내가위로하늘에서는기사를아래로땅에서는증조를베풀리니곧피와불과연기로다주의크고영원한날이이르기전에해가변하면어두워지고달이변하여피가되리라누구든지주의이름을부르는자는구원을받으리라ペトロがこれを覚えていたのでしょうかこの御言葉をペトロの이말씀을외우고있었을까요皆さんどう思いますか어떻게생각하십니까私はねちょっと信じることが難しいなとちょっと思っていますよ저는좀믿기가힘들다고생각을합니다만은これはね、使徒パウロの場合は違うんですよ。사도바울은좀다릅니다。使徒パウロはユダヤ教の英才教育を受けていましたから。왜냐면유다바울은영재교육을받았거든요。それはもう旧約聖書全部覚えていますよ。구약성경을다외우고있습니다。私の あの育ての父も牧師でありましたが。제가키워주신아버지는목사님이셨는데요。あの聖書全部覚えてました。성경을다외우게됐어요それしかも日本でいうと文語訳という聖書だったんですね일본에서문어번역을한성경을다외우게됐습니다100年前大体100年前の翻訳だと思いますよ100年전번역전인데요私たちが今日高読文と同じ文体であります오늘교독문의문제문체같은내용입니다すごいなと思ったんですね。勉強じゃないよ。私は無理だと思ったんですね。저는無理라고생각합니다。無理ですけど、親は子供に教育をします。で、부모님은그걸하고자식에교육을하죠。ですから私も子供の頃からその聖書の暗記をですね、こうさせられたわけです。어릴때부터그런성경외우는것을교육받았습니다。詩編。시편。次はね、神言。ザモン。次はイザヤ書。イザヤ書。また詩編。と詩編。また繰り返しです。계속반복해서
였습니다아私は無理だとやめ放棄しました無理だと생각하고포기를했죠そのおかげでピアニストになれたのかもしれませんね그래서피아니스트가됐는지도모릅니다ペトロはこんなに長い聖書の箇所を覚えていたのでしょうかペトロの이긴문장을다외우고있었을까요ここには私は神様の力が働いているのではないかと見ていますこの얘기は神の힘に움직이고있었다이렇게생각합니다21節で主の名を呼び求める者は皆救われるとペトロは語りました21절에누구든지주의이름을부르는자는구원을받으리라이렇게써있습니다同じ言葉を39節でももう一回言ってるんです39절에또써있어요その意味は何でしょうか이약속은너희와너희자녀모든먼데사람누구리죠하나님이얼마든지부르시는자들에게하신것이라고라고써있습니다만つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているとまあこういうふうに言っているわけです。우리주님께서말씀하시는것이라면누구에게나다적응이된다고생각을할수있습니다この意味は40節次の40節に答えがあると思います。40절에대답이나와있어요。読みますとペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし。邪悪なこの時代から救われなさいと勧めた。こういうふうに書いてますね。の、여러마로확정하여권하여이르되너희가이폐역한세대에서구원을받으려하니그말을받은사람들은세례를받으려이날에신도수가성전에나가더라라고써있습니다ペトロが聖霊によって神様から話しなさいと言われた中心は何でしょうかペトロが하나님으로부터받은말씀의중심은무엇일까요それは救われなさいということです。구원을받으라라고하는것이있습니다これはこのギリシャ語では少し珍しい文法で書かれています。그리스어로는좀이상한문법으로써있습니다まあちょっと日本語と韓国語うまくいくか分かりませんけども、受動態、単純、そして過去形プラス命令法という文法なんですね。受動態受動態ですから、スドン、スドンこっち受動態ね。そして、まあ、単純は出て、そして過去形ですから、過去。そして命令法。これはですね、もっと言い換えますと、あなたは、あなたっていうか複数ですから、あなた方は、救われなさいという話であります。이것은너희들은구원을받으러야된다이것은수동단순순과거명령법이라는문법입니다수동단순そう。で、これね、英語でちょっと今日英語の私聖書を調べませんでしたが。あの翻訳そのままだと難しいと思うんですね。で、영어성경은찾아보질않았는데요。영어성경도어려운단어였을거라고생각을합니다。あなた方は救われなさいという命令なんですよ。당신들은구원을받아라라는명령체입니다。救われることを救いを受けなさいとも言っていいかもしれませんね。구원을받아라하는얘기와구원되어라하는얘기를어떻게표현할까요まあこれ以上私はちょっと翻訳できないのであのまあここでやめますが神様はそういう命令をしているんです저도이상한얘기어려워서여기서포기를하겠습니다만この特別な文法を使って神様は私たちが救われることを命令している특별한문법을가지고하나님은우리에게명령하십니다이특별한문법을言うと何か私が勉強しているように思うかもしれませんね이뭐특별한문법을사용하는거보니까제가무슨공부를한것같이보입니다만은まあちょっとだけ勉強はしているんです조금공부를하긴했어요こういう特に新約聖書の場合をお話ししますが신약성경에서는이런얘기할수가있습니다만こういう特別な文法が現れる時に何か聖書もしくは神様の
意図があると考えることが可能です。이런문법을사용할때는무슨의도가있다고볼수가있습니다しかし私たちが読む、まあ、こういう聖書とかこういう聖書とかそういう聖書ではそこが、ね、あまりよく訳されてない場合があります。で、우리들이그런것을받아들일때는이것이어디까지번역이되어있을까하고알아볼필요는있습니다。神様は私たちの文法を超えた何か言葉を語る時があるのです。하나님은우리들이하고있는문법을초월한뭔가를말씀하실때가있는것이죠。ですからたまに私がちょっと文法の話をしているというわけです。그래서제가이제문법얘기를가끔합니다만私が頭がいいということを伝えたいわけではありません。제가머리가좋아서는절대아니고요。ですから結論は洗礼を受けなさいと言っています。결론은세례를받으세요하고있습니다。そうですよね。そして罪をイエス・キリストの名前によって許してもらいなさいとペテロは言っています。죄를예수님이름으로구원을받으라고써있습니다。その証拠として聖霊が与えられるとペテロは言っています。그증거로성령을받는다고써있습니다。で皆さんこの順番今言いましたが洗礼、許し、聖霊この順番はそこまで気にしなくてもいいです。で성령、그다음에용서를받는것이순서는그게중요한게아닙니다。それはいろいろな2000年間で解釈がありますから私だけが言うことではありません。2000年동안에여러가지해석들이있기때문에제가여기서뭐라고얘기할건못되고요。それはセミナー教会やセミナー教会の順番があります。セミナー교회는セミナー교회의순서가또있습니다。それを信じてください。그걸믿어주시면됩니다。それは私はそれを疑うことはできません。저는그것을거부할수는없어요。しかし、まあ、あまりめちゃくちゃな、まあ、異端もあるのも事実ですから気をつけてくださいね。で、이것이꼭말씀을드리는대로는아닙니다。まあ、新天地とかそういうところになると、こういう順番は結構むちゃくちゃになりますから、それは気をつけてくださいということが言いたいです。이런또신천지쪽에서는이런자기들마음으로또해석을해서얘기를하기도합니다。で、このように水と聖霊の洗礼を私たちは受けたわけ。어쨌든물과성령의세례를받았습니다우리들そして新しい生き方が始まりました。그리고새로운삶의방식이시작이됐습니다。最後の今日の42節ではこう書いてます。42절을볼까요。それはね、彼らは人の教え、相互の交わり、互いの交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であったと書いてますね。그들이사도의가르침을받아서로교제하고떡을떼며오로지기도하기를힘쓰니라라고써있는데요。このように今までの生き方からもう42節の生き方は全く違う生き方です。지금까지의삶의방식보다는또다른방식을여기는42절에서얘기를하고있는것이죠。ユダヤ人はそれまでは救世主を待っていましたよね。ユダヤ人は救世主を기다리고있었습니다。なぜでしょうか。왜요。裁きを分かっていた、神の裁きを分かっていた。하나님의심판을기다리고있었기때문입니다。심판はすなわち死ということです。심판이라는건죽음을얘기하는것이죠。しかしこのペトロが語ったことによって彼らの人生は変わったんです。ペトロが얘기하는것에서여러분의이사람들의인생은변했습니다。死を待つのではありません。죽음을기다리는것이아니고요。新しい命を待つのです。새로운생명을기다리는겁니다。いや、すでに与えられたんです。아니요、이미새로운생명을받았습니다。永遠の命が与えられたんです。영원한생명을받은것이죠。それが私たちの教会です。그것이우리의교회입니다。聖霊が与えられたものは教会で生きるものです。성령을받았다는것은교회에서살아가는것입니다。で、私たちにも変化が起きているわけです。우리들에게도변화는일어나고있습니다。しかしその変化は私たちは忘れるんですね。그변화를우리는잊어버리고있는것이죠。日常生活のために私たちは忘れてしまうのです。일상생활을하다보니까잊어버린거예요。もう一回この喜びを今日は確認したいと思います。다시한번이기쁨을확인하려고합니다。一番目です。처음이요。私たちは一人で孤独に神様を
まあ、一人で孤独に神様を賛美することはないということです。우리들은혼자서고독하게하나님을찬양할일은없을것입니다라는것입니다一人だけで神様を助けてくださいと一人だけで祈るということではないということです。혼자서고독하게하나님도와주십시오하고기도할일은없습니다ペトロは11人の他の弟子たちと共に立ち上がって説教を始めました。베드로는11명의다른제자와함께서서설교를하였습니다しかし皆さんも覚えていることがあると思います。여러분들기억하고있는지모르겠습니다만은十字架の事件です。십자가의사건이죠。でこの聖霊が与えられるまで弟子はどういうふうに生きていたでしょうか。성령에서聖霊성령이임하기전까지제자들은어떤생활을하고있었나요。バラバラに生きていました。제멋대로살고있었죠。そして恐怖に支配されていました。공포속에살고있었습니다。ヨハネ福音書20章を書いています。ヨハネ福音20章を보세요。ユダヤ人を恐れて恐怖のあまり家に鍵をかけて隠れていた、こういう弟子の姿が書いています。ユダヤ人은집에열쇠를잠그고숨어있었다고써있습니다。しかし今はそうでないのです。지금은아니었습니다。共に立ち上がって神様を証ししているのです。함께일어서서주님을증거하고있습니다。第2番目は、私たちは何を語るのかを心配しなくてよいということです。두번째로우리는무엇을걱정하느냐하는것입니다。でこれは、まあ、どこか一回お話ししたいと思っていますが、次の4章に書いています。이건4장에써있습니다。ペトロとヨハネは無学な普通の人だと書かれていますね。ペトロはヨハネは無학의보통사람들이라고써있습니다。悲しいですね。もう聖書に、みんなが読む聖書にペトロとヨハネは無学で普通だと2000年間書かれているということですよ。2000年전부터성경에써있는건아주슬픈일이죠。しかしそのペトロを通してイスラエルの予言が語られたのです。베드로가무학자라고하는것이써있습니다만그런데베드로를통해서예언이흘러나왔습니다。そしてそのことを人々が信じたんです。그것을사람들은믿고있는것이죠。この日3000人が信じました。그때3000명이믿었습니다。この約束は3000人だけではないんです。이약속은3000명만이아니죠。私たちの子供にもこの約束が与えられています。우리들자녀들에게도이약속은지켜져있습니다。가족、親戚、同僚、市民、すべてに与えられています。가족、친척、친척、동료들에게도이약속은지켜져있습니다。神様の約束は私たちの救いです。이사람들의약속은우리들의약속입니다。私たちは罪を許された者として生きていきましょう。우리는죄의구원을받은자로서같이살아가는거죠。それは神様がそう願っているからです。하나님이그렇게원하시기때문이고요。で、私たちは兄弟、ここにいる兄弟の罪を許さなくてはなりません。우리는우리의형제들의죄를용서하지않으면안됩니다。それはこの教会の中に罪が許されていない人が一人でもいないためです。그는우리교회에죄사함을받지않은자가한명도없어서는안된다는얘기입니다。この共同体の中に私はまだ罪が許されていない、罪が許されていないと思って教会に来る、こんな不幸なことはありません。이공동체에서우리가아직죄를사함을못받았다、용서를받지못했다하고하는것은슬픈일입니다。皆さんはもう許されています。여러분들은이미용서를받은것이죠。教会は世界ではありません。교회는세계가아닙니다。教会は国家でもありません。교회는국가도아닙니다。しかし教会はこの世界のすべての人を今日も招き続けています。교회는오늘도이여러사람들을계속부르고있습니다。教会が聖霊によって語り続けていることがあります。교회가성령에서말씀되어주고있는것이있습니다。邪悪なこの時代から救われなさいという言葉であります。폐역한이시대에서구원을받으라고하는것입니다。今も邪悪な時代です。
そのど真ん中、中心にこのセムナー教会が立っているのです。世界の教会もこの中心に立っているのです。その中心にイエス様の十字架が立っているのです。私たち一人一人が教会なのです。信じますか？信じます。アメン。祈ります。神様、聖霊をお与えくださりありがとうございます。セミナー教会を与えてくださりありがとうございます。聖霊の力によってあなたの福音を伝えていくことができますように。一人一人のどうぞ私たちを力づけてください。喜んで今日ここから帰ることができますように。イエス様の名前に通してお願いします。イエス様の名前に通してお願いします。アメン。